知床半島。知床半島は、北海道斜里群斜里町と目なし群ラウス町にかけてあり、オホーツク海の南端に突出した半島。長さ約70キロメートル、基部の幅が25キロメートルの強調の半島であり、西側がオホーツク海、東側が根室海峡に面している。また、半島東側には、釧後島が平行する形で横たわっている。 名前の由来は、アイヌ語の、シリエトク、シリエトク、サートーク、または、シリエトコ、サーエトコ、ジヤマの先、あるいはジヤマの突き出たところを意味している。半島中央部に最高峰のラウスだけをはじめとする、山々、シリエトコ連山、シリエトコ連峰があり、一部に、海岸段丘が見られるほかは、両線から海岸まで平地がほとんど見られない、急春の半島となっている。 このうち、知床岬から、地西別岳一帯と周辺の海洋区域約6万ヘクタールが、知床国立公園となっており、御礼別岳原生自然環境保全地域を含む7万1100ヘクタールが、世界自然遺産登録地域となっている。知床半島は、プレート運動や火山活動、海食などの地形形成作用により作られている。ことから、や、海食 火山地形などの多様な景観が形成されている。現在も活動中の火山のうち、地産用をしているもある。知床半島はオホーツク海に突き出していることから海洋の影響を強く受け、同島の中で最も積雪量の多い地域の一つとなっている。また、知床連山は半島の東西の気候に影響を及ぼし、気温や降水量に大きな地域差を生んでいる。 東に位置するラウス川は、夏季に湿気を含んだ海からの南東風が、知床連山に当たるため雨が多く、海無により低温になる。冬季は、海洋性気候の影響により比較的降雪が多く、気温も比較的高くなる。一方、西に位置するシャリ川は、夏季は知床連山の北でフェーン現象により、高温地域になり、降水量が少ない。冬季は、 北西季節風の影響に加えて、流氷が海水に比べ太陽光線をより反射してしまう効果や、流氷がその下の海水からの熱を遮断する効果により、気温が低下する。オホーツク海は地形的、地理的条件により、流氷ができる海洋として、北半球で最も低緯度に位置する季節海氷域となっている。流氷下には、アイスアルジー、海氷内や、 海氷の底で増殖する藻類が増殖、流氷形成時の延直混合により作られる栄養塩の豊富な中層水が氷層に運ばれることで植物プランクトンの大増殖が生じ、それを餌とする動物プランクトン、工事消費者である魚類や海生哺乳類、怪獣、陸上の生物にまでつながる食物連鎖が形成されている。知床半島には 比較的低い標高域から高山帯の植生である、ハイマツの低木林や高山植物が発達し、多様な植生が垂直的に分布している。海岸には、断崖や土壌未発達地を中心に、高山帯、寒帯から高山帯、亜寒帯の植物が主体となる群落が成立している。低標高地の森林は、水柄や板屋カデなどからなる温帯性落葉高葉林、トドマツ 赤江戸松などからなるアカン帯性常緑新葉樹林とこれらが混成した根光林がモザイク的に並存している。森林限界を超えるとハイマ末低木林が非常に広く発達し、その中に風昇地、雪田、湿原群落が極在している。高山植生は比較的低い標高であるにもかかわらず多様な植物群落から構成されている。植物省は 北方系と南方系の植物が混在し、多様な植物症を形成している。知床半島の陸上のイカンタバ植物は107か872種からなり、そのうち233種が高山植物となっている。この中には、知床墨で、千島マ浜菊、エゾモメンズルなどの希少種を含んでいる。知床半島沿岸海域は、千島列島やサハリンにも分布域を持つ。 寒流系の海藻と北海道以南に分布域を持つ流系の海藻の量系が見られ季節開氷域でありながら暖流系の海藻を多く含む得意な海藻省となっている。海藻は知床半島沿岸で140種の生育が確認されている。この中には分布域の狭い固有種の厚場筋昆布も含まれる。知床半島は 原生的な状態が維持されてきたが、1980年代、移行急激にエゾシカが増加し、主要な一等地では高密度状態の長期化が見られる。知床には、手つかずの原生的な自然が残されているため、かつて北海道に広く生息していた北方及び南方由来の哺乳類、鳥類がほとんど生息しており、多様性に富んでいる。このうち、哺乳類は、 陸上哺乳類36種、海生哺乳類22種の生息が、知床半島及びその沿岸海域で確認されている。これらの中には、トド、マッコウクジラといった国際的に希少な種も含まれている。また、ヒグマやエゾシカといった大型種が高密度で生息しており、知床半島が陸上哺乳類にとって質の高い生息地となっていることを表している。 特にヒグマは世界有数の高密度状態で維持されている。さらに、知床半島沿岸海域は海生哺乳類にとって越冬、節時、繁殖のために重要な場所となっている。鳥類は285種が知床半島で記録されている。世界遺産地域内では、これまでに天然記念物に指定されているシマフクロウ、オジロワシ及びクマゲラの繁殖。 大鷲の越冬が確認されている。国立公園及び周辺地域は島ウにとっては国内で繁殖するツガイの約半数が生息している最も重要な繁殖地であり、大鷲にとっては越冬個体数が1000羽以上になる世界的に重要な越冬地になっている。魚類は淡水魚類42種、海水魚類261種が知床半島及び 沿岸海域で確認されている。河川では、酒類が著しく優先していることが大きな特徴となっている。このほか、爬虫類8種、両生類3種、昆虫類2500種以上の生息が、知床半島で報告されている。知床半島には、数千年に遡る、戦死時代の遺跡が数多く残されている。中でも10世紀前後に、 オホーツク海沿岸で栄えた北方の漁業民族によるオホーツク文化の影響を受けて、アイヌの人々は、島袋やヒグマ、シャチなどを神とあがめ、狩猟や漁老、植物採取などをしながら豊かな自然を大切にした文化を育んできた。知床半島における漁業は19世紀からの漁場運営が始まりである。ラウス川では、1880年代から主に、 富山県からの移住者によって、パラ漁を中心とした本格的な漁業開拓が始まった。また、ラウス側の知床半島先端部地区においては、数百人の漁業者が、夏季に居住しながら昆布漁などの生産活動に従事していた。シャリ側では、戦前まで小規模な低地網漁業が営まれていたが、戦後は、引き上げシャラによる漁場開拓が急速に進み、避けます。 低地毛漁業が発展した。斜里川の岩尾別地区と幌別地区では、大正時代から農業開拓が数度試みられたが、厳しい自然環境や社会環境の変化などにより、1975年、昭和50年頃までに開拓者は一旦土地を離れた。同時期に自然保護の動きが強まり、1964年、 昭和39年に、知床国立公園を指定されたのをはじめとして、1980年、昭和55年に、御根別だけ生自然環境保全地域、1982年、昭和57年に、国指定知床長寿保護区、1990年、平成2年に、知床森林生態系保護地域指定など数々の保護地域制度が適用された。また、 1977年、昭和52年から、農業開拓跡地を乱開発から守るため、日本国内初のナショナルトラスト運動、知床100平方メートル運動がスタートし、1997年、平成9年には、募金目標を、ほぼ達成。新たに原生林回復、生物復活を目標とする、100平方メートル運動の森、トラスト運動を展開。 100年先を目指す長期全体目標、20年ごとに定める中期目標、運動地内を極角に区分して5年で一巡する5年回帰作業計画の3段階の計画に従って作業を進めている。なお、2010年、平成22年11月9日の正式契約をもって最後に残っていた土地を取得が完了した。2005年、平成17年、 第29回世界遺産委員会において、知床の世界自然遺産登録が決ま。2006年、平成18年4ヶ月間に、稚内から知床半島までのオホーツク海沿岸域で、油汚染を緑の死体が合わせて5600波も確認された。北海道による分析で、大型船舶の燃料などに使われる、 C10 ユが付着していたことが分かったが、原因は特定されていない。2013年、平成25年に岩尾別川でカラフトマスの訴状が活発になる8月後半から、特定3個体の若いヒグマの目撃が急増した。すると、川沿いに現れるヒグマを撮影するために、多くのカメラマンがなり、ヒグマを取り囲むように撮影する場面があった。中には、 ヒグマまで数メートルという距離で撮影を行う人もいたため人身事故の危険性が増大した。このような状況を危惧した知床世界自然遺産地域科学委員会は同年10月に緊急声明を発表して注意を促した。根室海峡はロシア語地名でクナシルスキー海峡と呼ばれ、対岸にはロシアが実効支配している北方領土の一つであるクナシリ島。 ロシア語地名は、クナシル島が伸びている。クナシリ島の自然は、ソビエト連邦政府が1984年に設立したロシア国立クリリスキー自然保護区によって保護されており、クナシリ島の生物は、ネムロ海峡を挟んで、シレトコ半島と交流している。オジロワシは、北方四島からシレトコ半島にかけて、 冬に3000話前後がサハリン州や宴会州方面から飛来する。2005年、平成17年に、知床の世界遺産登録に関して、国際自然保護連合、IUCN がまとた、教科書において、知床と近隣の諸島、北方四島には、環境や生態系に類似性が認められること、関係国が遺産の保護推進に合意できれば、世界遺産平和公園、 ワールドヘレティッチピースパークとして発見させるという可能性について研究している。北部山岳より記す。小数点以下が記載された座標は最高点に位置する三角点の座標。三角点の等級は本来関数字であるが再配列可能な表のためアラビア数字で表記している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。